はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。キドです。本日もレンド TV 始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日一人というわけではないんです。ちゃんとね、もう一人のね、虫もおりますんで、ご紹介しましょう。岡田和樹です。どうも。はい、ちょっとキドさん痩せて。あー、すいません。足を厚みを半分ぐらいにすれば。俺がスリムだからいけたけど。はい、というわけで、はい、始めていきたいと思います。あー、あれ、はい、俺の台本はどっか行った？こちらにあるんで、これでいきましょう。いいですか、はい、はい、いいですよ。あ、大丈夫です。ここに確保してるんで。はい、もうね、はい、ドタバタ。ドタバタです。そうなんです。まあ、あのね、はい、まあ、いろいろありまして。いろいろあって、ちょっとドタバタしてたんですよ。ごめんなさい。はい、はい、始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず告知からいきたいと思います。はい、北海道地区大会。はい、今週末ですね。はい、そうです。今週末北海道地区大会が開催されます。はい、千歳アウトレットモールレナで、はい、はい、ということで、あの、はい、大きい商業施設での開催ということで、はい、はい、すごいいろんな人にヨーヨーを見てもらえるチャンスっていうのは僕たちからしたらありますね。そうですね、はい、ですし、もちろん選手の人からしてもやっぱ大勢の人にすごいヨーヨーを見てもらう経験っていうのは、はい、そんなにないんじゃないかなと。なるほど。はい、やっぱりどうしてもコンテストって、はい、比較的閉鎖空間じゃないですか、体育館みたいなところでやることが多いんですけど、やっぱり知らない人を見てるっていうのって、はい、こうステージの上に立つっていうことですごい大きい経験になると思うんですよ、ね。なるほど。はい、っていうのもやっぱあるので、すごいこの NJ に出場される選手にとっては、はい、いろんないい機会になるんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、まあ、もちろんあと見る方もね、はい、まあ、アウトレットモールなのでもちろん入場無料ですし、はい、はい、まあ、ご家族の方だったりとかがちょっと遊びに行くこともできますし、なんならですね、はい、会場の、はい、多分全く同じところだと思うんですけど、会場のすぐ裏に、はい、すぐ裏っていうかもうほぼ見えるところに、はい、子供エリアみたいなのがあるんです。はい、子供エリア、あの、なんかちょっとウレタンの、はい、いうところに、はい、こう滑り台とかが、なるほど、子供たちがもう、ね、転がったり走り回ったりっていうのができるっていう。そうです、はい、で、まあ、比較的、まあ、目の届く位置にでできるんで、はい、子供連れて行ってで、はい、騒いだら嫌だなと思って出ていくっていうことが、はい、この会場に限ってはない。なるほど。子供たちを遊ばせながらそこからでもコンテストが見れる。なるほど。すごい珍しい、はい、もうパパさんママさんからしたらもうここしかない、はい、大助かりですね。そうっていうところなんで、はい、ぜひね、皆さん、ご来場いただければなと思います。なるほど。はい、ちなみに今回は今回僕、はい、ジャッジで、はい、行きますので、ぜひ、はい、話しかけていただければ、すっごい忙しい時じゃなければ、はい、話しかけていただければなと思います。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、今週末、はい、その NJ の次の日ですね、はい、27日に、はい、岩倉ヨーヨー練習会、はい、はい、岩倉練習会が開催されます。はい、はい、こちらの方が、まあ、リワイのすぐ近くの柔道場で、はい、いつも通り開催するんですが、はい、1時から2時の間が、はい、ヨーヨー教室ということで、はい、初心者の方に対する講習会だったりしますね。はい、で、2時から通常の交流会、練習会が開催されるということで、はい、ぜひね、皆さん、遊びに来ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。スーパーハードスケジュールなんですよ。はい、26日、まあ、NJ で僕行ってるじゃないですか。はい、で、まあ、みーくんまだヨーロッパにいるんですよね。なるほど。はい、ということはここにいるのは木戸さんのみ、はい、まあ、アルチュンもね、はい、東京にいますからね。はい、そうです。はい、でも、あの、岩倉練習会の日ってお店が開くんですよ。はい、そうですね。はい、2人いるんですよね。僕が分身すればちょうどいいっていう、ちょうどいいっていうやつになるんですけど、はいはい、なのでスーパーダッシュで僕帰ってくるんで、はい、間に合わなかったら練習会場に木戸がいないパターンがあります。そうですね、はい、講習会の時はいるんですよ。はい、はい、そうです、はい、で、講習会終わった瞬間、ちょっと皆さんよろしくお願いしますってパッと出てきて、はい、木戸さんここのお店に落ちて、はい、はい、僕がたどり着いた時に入れ替わるっていう、はい、可能性があります。可能性がありますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、そして、代々木公園練習会、はい、はい、こちらの方も開催されます。そうですね、第1回がちょっと雨がポツポツと降ってきた中でも、はい、結構な人が集まってくれまして、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、で、こちら代々木公園練習会、屋外の練習会ですので、はい、すごい参加しやすいっていうのと、はい、まあ、やっぱりどんだけ広い体育館よりも広いですよね。まあ、そうですね、間違いない。まあ、特に天井なんか無限大ですから、ね、そうですね、はい、っていうやっぱちょっと開放感あふれる、そろそろね、やっぱり春の気候になってきたんで、はい、外でヨーヨーやるのもちょうどいいんじゃないかなと。そうですね、はい、ただ、まあ、花粉症ある方はマスクを装備して、はい、いただける方がいいのかなと思いますので、せっかく来たのにね、くしゃみばっかでヨーヨーやってる場合じゃないってなって、はい、ちょっともったいないということで。はい、はい、それでですね、今回代々木公園練習会にアクシスのタイラーさんが、はい、そうです、はい、タイラーシェイさんが、シェイさんが来られるということで、はい、まあ、日本語ペラペラなんでぜひ話しかけていただければなと思います。はい、あと、取材が、テレビの取材がちょっと来るかもと、
そうなんです、来るかもなんです、はい、実は。ということがあります、まあ、もちろん、映りたくないという人、映る必要ないんで、はい、構えずに来ていただければなと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、前回、告知しておりました、6周年の抽選会、はい、これを最後に、番組の最後にやりたいと思います。番組の最後にやりますので、はい、ぜひ番組の最後までご覧いただければなと思います。はい、よろしくお願いします。そして、EYYC、はい、ヨーロッパ選手権終わりました。はい。はい、ただこちらの抽選会、予想キャンペーン、多数の応募あったんですが、はい。この抽選会は、みーくんが、はい。お土産いっぱい持って帰ってくると思うので。はい、なるほど、はい。それを見て、何が景気になるか決まってからやっぱ抽選しないと、はい。当たる人が先に決まるとね。まあそうですね。はい。やっぱり面白くないですか、ね、はい。はい。ということで、景品が出て、これ当たるのは誰だっていう状態で、はい。やっていきたいなと思います。はい。はい、よろしくお願いします。あとですね、もう一個、はい。ついさっき始まりました、アンケート。はい、はい、の方ぜひご協力いただければなと。そうですね、はい、渋谷店それ3月から1ヶ月間やっては来てるんですけど、はい、まあやっぱ1ヶ月いろいろ試行錯誤しながらやってきた結果、はい、まあ、本当にこれでいいのかなと。まあまあまあ、はい、はい、まあ、そんなネガティブな意味じゃなくて、はい、やっぱりお客様に聞いてみないとわからないことっていうのがすごいいっぱいあって、 まあその中の一つが、渋谷って何時ぐらいが人が来やすいんだろう。そうですね。なんか一般的なお店の感じとか、はい、まあ、なんとなく周りのお店がこんぐらいに空いてるとか、はい、まあ、定休日1日取るならこの日かなっていうのも、はい、すごい綿密なデータに基づいてっていうのはないんですよ。まあそうですね、はい、特にこの辺りは疎いので。そうですね、はい、あと今のところに渋谷でヨーヨーショップっていうのは初なので、はいはい、どうしても人の流れっていうのはやっぱりピンときてないっていうのもありますので、はい、まあまあ、ちょっとアンケートっていう感じで、はい、まあ、実際にそれがどんぐらい、はい、まあ、採用されるというか反映されるか分かんないんですが、はい、ちょっと4月以降の、営業日に関して、はい、皆さんがどれぐらいの曜日だったらどう行きやすいのかなとか、はい、もうちょっとあと30分でも長くやってくれると行けるのにっていう人もいれば、はい、逆に11時から終わりは短くていいけど11時ぐらいから出てほしいって人もいるかもしれない。そうですね、はい、今水曜定休でやってますけど、はい、水曜日の方が空いてるんだよって人がいっぱいいるかもしれない、はい、ちょっとそのまあ基本的に数がどんぐらいなのかなっていう、はい、結構散らばってたらこのまま行くんですけど、はい、そうですね、はい、ただものすごい固まってもったいないことをしてたんだなって、みんなが来たいのに来れないと来られてなかったんだなってなるとちょっともったいないので、はいはいはい、皆さんがぜひ来店できる時っていつなんだろう、行きしやすい時っていつなんだろうっていうのを、はい、ぜひアンケートご協力いただければなと思います。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。さあ、というわけで新入荷コーナーに行きたいと思います。木戸さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、まあ、ちょくちょく人気が出てきているものの再入荷だったり新入荷だったりとか、はい、ありますので、よろしくお願いします。はい、まずはこちらからいっちゃいましょうかね。はい、アイオヨ。はい、アイオヨ。はい、最近よく名前聞きますね。そうですね。こちらですね、はい、フィロックスとヒドラ、こちらがですね、はい、はい、入荷しております。はい、はい、はい。これ今、改めて見返してみると、どれもいい色してますよね。そうですね、はい。はい、カラーと、あとやっぱり仕上げが綺麗だから、カラーも綺麗見えますね。そうですね、すぐ見返しますよね。はい。はい、結構やっぱ、個人的なことですけど、ジャーマンスプラッシュ系、あーゴールドとレッドのブラック、ね、ゴールド、イエローと、はい、ブラックと、この4色スプラッシュ、とても綺麗なんですけど、はい、そうですね。はい、案の定この辺りのカラーって結構すぐパパパッとなくなっちゃうんで、ジャーマンスプラッシュだとミッドナイトスプラッシュかな。ああ、そうですね、はい、これ横から見るとね分かんないんですけどね。そうですね、今こっち向きで見てもらうと本当はスプラッシュになってるんですよ。はい、っていうものになっております。はい、はい、でヒドラなんかはね、はい、入ってすぐ売り切れましたからね。そうですね、はい、はい、予想以上のスピードで IOU のなんかこう、まあ、これまでのなんか注目ぶりというか、はいはいはい、そういうのが伺えますよ ね、 そうですね、気になってる人多かったんだな、はい、みたいな。やっぱりこう、はい、ジャーマニーから来たって、はい、すごいね。いやもうわかんないですよ、はい、もうこれはもうなんか日本人っぽい考え方なのかもしれません、はい、ただなんかメイドインメイドじゃないんですけど、はい、なんかジャーマンからやってきた、はい、かって、はい、かっこいい、かっこいい、工業大国ドイツかかっこいいみたいな、かっこいいな。まあ、そんなに正しく仕上げはすごい綺麗ですし、はい、やっぱり性能もあの渋谷店で触って、はい、すぐファンになった方がすごい多いんですよ、ね、そうですね、はい、今まで全くこう知らなかったから、はい、気にはなってるけど、はい、いきなり買うの怖いっていう人が、はい、触った瞬間ファンになるっていうパターンがすごい多いんで、そうですね、そういう意味では、はい、まあ、お試しにちょうどいいのがこのヒドラも。そうですね、はい、お試しにヒドラで、まあ、現在フラグシップモデルにといえばそうなのかな、はい、やはりもうハイエンド、まあ、IOL の中のハイエンドといえばもちろんフィロックスという形で、はい、もちろんスティールもありますので、はいはい、まあ、そちらの方で、まあ、そこでタイプが違うようなのを比べてほしいなと思います。はい、はい、そして、パッドもですね、もう入ったんですね、はい、はい、こちらはですね、アイリングと、はい、そのままですよ、そうですね、はい、こちら純正パッドも入りましたんで、はい、こちらの方もぜひお見せしますよろしくお願いします、はい、
この IOU 用のチームメンバーもね、先日の EYYC で大活躍をしてたということで、はい、なるほど、はい、ジュニア部門のチャンピオンが IOU 用のチームメンバーっていうのと、あ、なるほど、はい、あとカルロス・ブラウン選手が第4位だったかな、なるほど、はい、そうでしたね、はい、というわけで、そんな初め出した IOU 用、結構ドイツの中でもね、シェアをかなり確実に獲得しているということなんで、はい、はい、これからも注目です、はい、さあ、そして次はサムシングさん、はい、はい、こちらのですね、スラッシャー、ジェッセットイージーということで、はい、はい、入ってきました。はい、スラッシャー、ちょっと久々ですよね。そうですね、はい、スラッシャーも、やっぱり、すごい根強い人気があるんですよね。そうですね。はい。はい、なんか、入れちゃなくなり、入れちゃなくなりのイメージがあるんですけど、はい、やっぱりサムシングさんで唯一のアウターリムモデルっていうのかな、今。あ、そうですね。はい。っていうのもやっぱあるんですかね。そうですね。はい。あと結構、なんだろう、こうミドルサイズのこのアウターの、この丸いステンレスのリムって、はい、あまりこう他に例がないというか。確かに。こんぐらいがちょうどいいっていう人にとってあのオプションみたいな。はい、まあ今、めっちゃ当たり前のこと言ったんですけど。まあ、それはそうですけど。それはそうだ。はい、なんか、はい、こう、やっぱりどうしても主流が、はい、なんかフルサイズだから、はい、バイメタルの中ではちっちゃい、でもミドルよりは大きいみたいなのが多いんですよ。そうですね。はい、そんな中、ここまで思い切ってちゃんと、はい、細かいサイズに持ってきたっていうヨーヨーが、はい、もうこれしか今ないっていうのもあるんですよね。そうですね、はい。はい。ちゃんとしっかり幅もありますし、フルサイズとかで移行してもらっても、このなんか軽快さっていうのは、あ、そうです。はい、ズボラはまるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、セピージがね、はい、マイケル中村選手も使っているということで、はい、はいはい、これ意外と問い合わせあるんですよ。そうですね。はい、やはりね、どちらのファンの方からの問い合わせがあるんですよね。確かにね。はい、JT 使ってた方も出たんですよ。気になるなっていう。そうですね。はい、いっぱいいますんでね。はい。じゃあ先にそんな JT のですね、はい、はい、こちらアシュルカミライトですとか、はい、あとフィリール、ホルス、はい、オフストリング、サーダーキット、こちらがまた入荷しております。はい。はい、そちらもぜひよろしくお願いします。そうですね、オフストリングやろうと思う方はオフストリング、サーダーキットオフストリングですし、このアシュルカミライトも、はい、初期ロットがこう成形跡があったんで、はい、そのイメージが強い人が意外と多かったりするんですけど、はい、今のやつは全部綺麗になってるので、クリアカラーものすごい透明感強くて、はい、はい、すごい綺麗な色になってます。なるほど。こちらも使ってみてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、スタートキットなんかはね、はい、特にこれ本当にもうスタートキット名前の通りなんですけど、DVD、はい、DVD 付きですからね。はい、はい、オフストリング専門の DVD 付きっていうのはもうそれしかないので、確かに。はい、ぜひよろしくお願いします。さあ、そして意外と皆さん注目していただいておりました、はい、はい、グライド、グライド、はい、意外とっていうのは理由があって、引き戻しのメタルなんですよね。そうですね。はい、はい、僕らちょっと前まで引き戻しのメタルってなんかそんな言うてみんな欲しがるもんなのかって思ってたんですよ、ね、どこに需要あるねんって思ってたでしょ。そうなんですよ。はい、ただただですね、はい、結構皆さん引き戻しのメタルっていうところに興味を持ってくれるんですよ、ね、そうなんですよね。特にやっぱ結構大きいマーケットとかイベントとかに行かしてもらえばもらうほど、はい、メタルかっこいいなって言われること多くって、はい、で確かにその時にメタルは全部この仕様なんですよ、はい、そうならないですよ、はい、言ってたのが、はい、これはお父さんでも全然使えますよ、はい、で出すとものすごいテンション上がる、そんなのが多いですね。はい、やっぱりそのメタルのヨーヨーっていうだけで、うん、まあ、もちろんね、プレイヤーからしたら逆にハードルが高いんじゃないと思ってたかもしれないですけど、ね、はい、はい、まあ、矢崎のお父さん層とかは欲しがるので、そうなんです、はい、そういった時に気軽に進められるっていう、僕らはすごい欲しくなったヨーヨーというか、そうなんですね、はい、そうなので、はい、あ、結構まあ皆さんも同じような感じで、まあ、興味関心を抱いてるんだなっていうことで、そうですね、はい、安心したヨーヨーの一つでございます。はい、まあ、元がグライドで、しかもかなり安くなってるんでね、そうですね、最初の頃は小一万でしたもんね。そうなんですよ、ね、はい、今ではね、6000円台ですね、はい、ですんで、はい、かなり安くなって本当に導入のメタルとしてもすぐお手頃の価格でおすすめでございます。そうですね、まあ、ベアリングさえ買えればバインド仕様になって、はい、普通のコンテストクラスのヨーヨーになるんで、はい、そういう意味ではそっち側からしても安い。そうですね、はい、しかも初心者としてこれから入って、はい、ベアリング買えるだけでずっと使えるっていう意味では、はい、まあ、ある意味ランニングコストは低いのかな。そうですね、はい、あと結構この引き戻しタイプのやつってパッドは意外と長持ちするんで、確かに、はい、結構ねその辺についてあんまポン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 変えなくてもいいから楽でもありますよね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続きましてまだまだあります。はい、はい、こちらですね、ヨーヨー Y さんと、はい、はい、ヨーヨー .Y さんがですね、はい、ついに当店初上陸ということで、はいです、はい、実はですね、はい、4機種入荷がありまして、はい、ウラヌスです。ウラヌスです。はい、メデューサ、メデューサ、はい、そしてジェットファイヤー、ジェットファイヤー、そしてもう一つオーストリングでゴーストオービットっていうものがあります。はい、はい、
これですね、まあ、ウラヌス S っていうこれすっげえ幅広のデルミオモデルなんですよね、はいはい、でそこにこちらステンレスの、まあ、メタルウェイトを搭載しているというものですね、はいはい、これもともとスペックがものすごい数字だけで見たらものすごい変なようなんですよ確かにぶっ飛んでるね、はい、そうなんですよ、うん、70g? そう55ミリみたいななんか迫力あるよね、はい、そうなんですよね、はい、どんな用意なんだって思ってみたら触ってみるとあなるほどなとなりますね、はい、こんだけ幅を持たせている上でこの素材感を生かしながら、はいはい、ちゃんとスリープを持たせるっていうことであればこういう設計になるんだそうなんかこう、はい、全てが今の主流からちょっと外れてるからフィーリングもぶっ飛んでるのかなと思うと、はい、このフィーリングにするためにスペックこうなってんだろう、はい、反対側でね、はい、ちょっと納得するような、ね、そうですね、はい、ゴールを見て道筋が見えるみたいなそうです、ね、感じになってるので、はい、でですねこんだけ幅広でこの重量でやっぱり実重量がしっかりあると、うん、やっぱりプレイスタイル中プレイ中吹っ飛びにくくなります確かにね、はいはい、ですんでやっぱりね実際の重さっていうところをちゃんとうんまあ、フィーリングとして求めるという方にも結構おすすめですね、はいはい、しっかり重たいので、はい、そしてしっかり幅があるのでそうですね幅がやばいですね、はい、そうですね、はい、もう本当特にプレイスタイル次第ではもうなんか最強の武器になるんじゃないかっていう確かにね、はい、スペックになっています、はい、そうですね、はいはい、でですねこれと同じ形のボディで光る要領は実はこちらなんですね、はいはい、メデューサメデューサそうですね、はいはい、こちらすでにビデオ公開してるんですけども、はい、目が痛くなるぐらい光りますむちゃくちゃ光りますそうなんですよね、はいはい、しかもこれプレイヤーはねこの回転してる面しか見ないじゃないですかあそうですねそうですよ、はいはい、これこの間ねフォーデューフェスティバルの方で持ってる方いたんですよ、はい、おなるほど、はい、そこでね実際に他の方が使われてるのをまじまじと見てたら、はいはい、もう真正面からものすごい目立つんですよねああなるほどねそうなんですよね、はい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 、しかも青って結構穏やかな光に見えるんですけど、はい、意外とね軌跡が目立つなるほど、はいはい、そうですよね白は結構はっきり消えてはっきりと消えるけど、はいはいはい、青って結構ぼんやりと残るからそれがまた綺麗なんですよ、ね、なるほどねはい、はいはい、本当にまあそれで直視してたら痛ってなるぐらい光るんで目めっちゃ痛いなはいありますんで僕ね自分で撮影してる時は自分の目線でしか見てないから分からなかったんですけど、はい、これはよりパフォーマンスにいいなとそうです、はい、これ逆に明るい時でも目立つんじゃないかな、まあ、薄暗いだけでもはっきり外から分かるしはい結構そこそこの明るさぐらいだったら、はい、それでも遠くから見てなんか光ってるって思える感じですね、はい、そうですねはいしかも USB 充電ということで、はい、回っていなくても回転がするとか、回っていなくても回転って何言ってるんだろう意味がわからないちょっと解説いただこうかな、はい回っていなくても光り続けるんです、はい、あそうですね、はいはい、そうですね、まあ、大体もう9割以上の光る容量って、はい、もうスイッチ式じゃなくて、はい、回ってる間に、まあ、回路が開いて、はい、それでまあ電力が流れて光るっていうものなんですけど、はいそうですね、これはもうスイッチがついてる間流れ続けるので、はい、ヨーヨーがフラッてなっても光り続けるから大丈夫っていう、そうですね、そういう安心感ありますね、はい、はい結構ね僕が経験あるんですけど、はい、パフォーマンスとかして、はい、真っ暗闇にしてもらいました、はい、ミスった時に完全に暗闇になるんですよ、ね、あ確かに、ね、一瞬ヨーヨー探すっていう、あなるほど確かに確かに、はい、そうこれそれね、はい、まあ、亀井岩倉さんと話して、はい、これ、はい、例えば夜とかにやっぱ夜に外で練習する場合っていうこともあるんですよ、はいまあ、特に若い頃よくありました、あなるほど、はい、でそういう時にベアリングとか落とすじゃんやべえやべえって言った時にあ俺裏で積もってるよみたいなぐらい明るいんですよ、そうですね、俺裏で積もってるよ、はい、わマジだすげえ明るいそうですね、携帯出すより早いみたいな、そうですね、はい、iPhone のあれよりも全然明るいと思います、そう、ね、なんで美容師っていう使い方もまあしないだろうけどできます、はい、すごい高級な8000円の回収ですねはい、はい、というわけで本当にそのくらい明るいヨーヨーなので、はいはい、お待たせしました、光るヨーヨーの最新のモデルです、これでね、はい、僕よく考えられてるなと思って、はい、幅がすごい広いじゃないですか、はい、幅広いと困ることって、はい、細かい技やるときなんですよ、まあそうですね、はい、まあ、他の紐乗っちゃったりとか、はい、でも光ってみんなに見せるところでパフォーマンスするときに、はい、紐と紐の間縫わないじゃないですか、まあ、そうですね、はい、めちゃ特化してるなと、はい、はい、もうひたすら円軌道とかストレート軌道を描くための要領にめちゃくちゃ光るのって、はい、単純だけどなんか僕の考えた最強のヨーヨーみたいな威力あるなと、はい、そうですね、はい、はい、もうヨーヨーです、はい、こんだけねでかいこのボディの中に回路搭載している割には全然重量バランスとかも取れてるんで、そうですね、はい、それで使用感としても全然問題なく使えるのもおすすめです、はい、ぜひよろしくお願いします、そしてこちらですね、はい、はい、じゃあジェットファイヤー、意外と人気ですね、そうですね、はい、はい、これもビデオ公開してるんでそちらの方をご覧いただきたいんですけども、はい、はい、これですねなんか半永久的に
ホリゾンタルができるんじゃないかっていう、そものすごい機構を搭載してるんですよ、ね、もう聞いてると、はい、モーターでも入ってんのかなそうですね、なんかこう、はい、なんですかね、やっぱホリゾンタル系ってこうヨーヨー水平にする技ですね、横に投げて、はい、でやっぱりあのこう普通にこう投げる時よりも回転が弱いんですよ、はい、長く続かないですよね、はい、技、はい、でもこのヨーヨーはもう匹敵するぐらい長く続けられるっていうものなんですよね、はい、そうですね、はい、よく考えたなっていう機構をしてますよ、確かに、はいはい、このビデオにも後でちょっと動画それに一部載せますけど、はいはい、実際にこのボディの真ん中が空転するっていうすごい機構を搭載してるんですね、はい、ハブスタックがボディの真ん中にあるっていう状態でして、はいはいはい、そこにストリングが乗るっていうだけだったらそこが空回りするだけだから3プロスの実装ほとんどしないっていう、はい、すごい飛行ですよね、はい、ただただこうヨーヨーを持って挟んで回すだけじゃなくて、はい、そういうトリックに実際ちゃんと、まあ、アドバンテージを持たせるというか、そうですね、はい、そういったスペックの高さっていうところを、あ、そういうギミックで持ってきたかっていうことでですね、はい、この開発素晴らしいと思います、はいはい、これと同じ機構と同じのはゴーストオービットっていうもので、はい、それなんとオフストリングのモデルなので、はい、しかもすごい幅広なんですよ、めちゃ広いね、そうなんですよ、あれ直径と幅でいくと幅の方が珍しく超えてるっていう、そうなんだ、はい、すごいな、うん、はい、ですので、はい、あの、まあ、もちろんその分だけ、はい、あのこの持てる部分広くなってます、はいはい、ですんでよりオフストリングの方でね、うん、まあ、何かしらトリックのバリエーションが増やせるんじゃないか、面白い技が生まれるかもしれない、そうですね、はいはい、まさにプレイを試すヨーヨーが新たに出てきたということでですね、はい、このタイプのヨーヨーは、まあ、もちろんメインで使う方もいるかもしれないですけど、はい、ホリゾンタルの練習にすごい、そうですね、はい、やっぱりこう形になるとか動かし方を学ぶまでホリゾンタルって、はい、その場所に行くまでの間に縦に戻っちゃうんですよね、そうですね、はい、横に投げてるのになんか乗った時動きがうまくいかないとだんだんこう戻ってきちゃうんですけど、はい、戻らないんで動きの確認すごいしやすい、そうですね、はい、うん、なのでそういう方にもおすすめって言ってたら、はい、結構な人気なんですよね、これは、そうなんですよね、はい、はい、あ、これすっげえ練習にいいじゃんっていうことで買ってるのか、ね、本番で使うのか分かりませんけども、はい、実際そのビデオを出してからそのあ、まあなんかもうどん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 とこれ単品でとりあえずこれだけ買ってみたいな、そうですね、はい、方がすごい多いんで、はい、すごいおすすめでございます、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、さあそして、これはちょっと急遽なんですが、そうです、はい、はい、じゃん、ムーブ、はい、はい、今入りました、今入りました、はい、はい、つい数時間前届きました、はい、はい、これですね、すでに新製品のオフィシャルサイトでは告知されておりますけれども、はい、はい、ムーブが新たに7色入りまして、はい、3色の、ソリッドカラー、はい、単色カラーですね、はい、それと、4色のスプラッシュカラーが新たに仲間入りです、はい、はい、このスプラッシュカラーはですね、前のやつが結構アシンドウォッシュ系かな、はい、はい、はい、ちょっと淡い色合いの感じだったんですけど、今回ははっきりとスプラッシュって感じのものが多くなってますね、はい、はい、ブラックパープルも同じカラーのがあるんですけど、スプラッシュカラーとアシッドカラーっていう感じのテイストの違いが出てて、はい、はっきりと差別化されております、はい、はい、このムーブで渋谷店のものもすごい人気で、はい、はい、あのすぐ完売しちゃったんですけども、そうです、ね、はい、ただですね、通常のムーブも欲しいという声もたくさんいただいておりまして、ね、はい、今回待望の入荷となりました、そうです、ね、はい、ちょうどなくなってちょうど入ってきたね、そうですね、ちょうどなくなってから、はい、あれもうないのかと、はい、はい、なった時にありがとうございます、ね、ちょうどいい、ちょうどいいタイミングだった、ちょうどいいよ、そうですね、はい、まあ、だいたい5000円6000円のメタルの価格帯のもので、はい、イマジンブレーカーとそしてレールガンと、うん、そしてムーブとこのあたりがですね、結構近い価格帯で固まってますんで、はい、しかも全部タイプが違うっていう、そうですね、はい、このあたりね、集めやすくもありますんで、うん、振り比べも楽しいと思います、はい、そしてトップオンがとてもやりやすいです、そう、とてもやりやすいんですよ、とてもやりやすいです、はい、本当なんですPV 見た方はね、この会話の意味が分かる、分かると思うんですけど、本当なんですよ、はい、そのうちね、僕あの弁明の PV を上げようと思うんですけど、 PV っていうかビデオをちょっと上げようと思うんですけどそうなんですよね、はい、プロモーションビデオでね、はい、あの木戸さんが全くできなかったところのカットから始まるっていう、はい、そう、トップオンやりやすいよっていうビデオなのに、はい、木戸さんができなかったところから始まるっていう、はい、PV があるんですけど、ね、そうですね、はい、はい、もうそれあれね、もうレアちゃん見ていただくと分かります、はい、あのね、こうパッて投げてから指でちょっとずつ角度を変えて持っていくって、はい、あのやり方だったら本当にね、トップオンがスッとできるようになります、はいはい、手袋つけてるとよりやりやすくなりますので、あのやり方結構見よう見まねでやってみてください、おすすめです、はい、はい、はい、というわけでこちらムーブ再入荷いたします、はい、はい、お願いします、お願いします、というわけで、あとですね、はい、本日最後の紹介なんですが、はい、すね、はい、はい、こちら紹介させていただきます。実はですね、昨日、はい、こちらのメーカーのオーナーさんが、はい、はい、当店にやってきてくださいまして、はい、そしてそこで直接仕入れという形で、はい、はい、持ってきてくださいました。ソルティー。はい、ソルティー。はい、こちらですね、アクシスヨーヨーズのフルチタンでございます。はい、フルチタンヨーヨー。はい、初のフルチタンですよね。初のフルチタンです、ね。そうですね、はい。はい。結構ですね、シンプルなステップランドシェイプでして、はい、で、まあ、これですね、直径ミドルサイズです。
お、はい、はい、でミドルサイズの中でちょっとだけ幅広め 43.5 ミリぐらいかな、なるほど、はい、幅が取られておりまして、はいはい、ミドルサイズっていう割にはほんの気持ち、まあほんの気持ちだけなんですけど、ちょっとだけ大きく感じるものでお話しております。はい、はい、でですね、これものすごいシンプルな形で何を取り上げるんだっていうね、はい、はい、すごい本当そんぐらいね簡単な作りなんですけども、はい、実はですね細かいところでですね、あ、なるほどっていうところがいくつかありまして、はい、その中で一つがこのエッジの高さなんですよ。はい、はい、はい、このですねエッジ、まあ、正確に言えばこういう風にエッジが立っているとウォールって言うんですけど、はい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 、こちらですねこの真ん中レスポンスの外側からこの傾き始めの点、いかにこの、はい、こうなっているところのこのまっすぐの部分が少ないかっていうところが結構見られるポイントなんですけど、はい、はい、これですねわざとこれ多分パッと見多分 3,4 ミリ3ミリくらいかな、はいはいはい、立ってて、はい、でだからすぐに傾き始めてるわけではないの で、まあそうですね、はい、パッドの外径からそこにちょっとゆとりがあるんです、はい、これによってですねストリングがガイドされてバインドとかされた時に結構すんなりと、はい、まあ普通ねパッドの外側にいきなりパチンと当たるのではなくて、はい、ヨーヨー側がストリングの流れをガイドして綺麗にストリングがパッドに巻かれるっていう、なるほど、はい、そういった効果があるんです、ね、噛みにくいってことですね。そうですね、はい、まあ、噛むって言うんですけど、はい、こう綺麗に巻けなかった時に、はい、このバインドの紐が中でぐちゃぐちゃになって、はい、こう何回もこう、はい、スローしないとほどけないっていうのを、はい、通称噛むって言うんですけど、そうですね、まあ、それが起こりにくいと、はい、綺麗に巻けやすいためにちょっとそこの幅を持たせていると。そうなんですよね、はい、はい、普通ねこんだけ傾斜があったら、まあ、ストリングがバインドした時に斜めにいきなりパチンってこうパッドに当たるわけですよ。なるほど。なんですけど、はいはい、こんだけ本当にこんだけでいいんです、はいはい、こんだけガイドがあると一瞬ストリングがまっすぐになってその状態で綺麗にパッドに当たる。なるほどね、はいはいはい、それで巻き取りやすさが、巻き取りやすさというか、はい、しっかり巻き取られてる感があります。あ、確かに、はいはい、でしっかり巻き取られていると次投げる時にちゃんと最後の一巻きまでストリングがあのパッドに噛まれた状態のまま綺麗に投げれるっていう、はい、出ていった時のフィーリングね。そうですね、はい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 、巻き付け数が多いと単純にスリープ力の底上げになるんですね。確かにね、はいはい、これ注目すべきポイントだと思います。はい、はい、でやっぱチタンって結構その持ち前の特性として、はい、まあ、ステンレスよりは硬くはないので、はい、ステンレスのリムのウェイトのものよりもちょっとだけフィーリング柔らかいんですね。あ、なるほどね、はい、はい、ですごいあのなんか結構穏やかな感じでもあるんですよね。ああ、わかるよ、はい、わかる、うんうん、もちろん静かに穏やかに、もちろんベアリングのテンションでね、はい、もちろんね、はいはいはい、触りますけども基本的には、はい、あの他のものと比べるとものすごい静かに穏やかに回るんですけど、はい、はい、そろそろ止まるかなっていうところで戻すとふわっと戻ってくるんですよ、ね、ものすごい勢いでね。そうなんです、めちゃ回るみたいな、ね、そうです、はい、静かなのにものすごい回ってるっていうそのチタンの特性はものすごいちゃんと生きてますので、はい、はい、チタンらしいヨーヨーが欲しいっていう方でも全然こちら5万でできると思う。チタンの競技ヨーヨーってこんな感じ感強いね。そうなんですよね、はい、結構ねそのチタンのこれからの、まあ、指標というかね、はいはい、はい、そういった感じで結構ど真ん中をついててその上でかなり高いパフォーマンスと。そうですね、はい、はい、いうことで非常におすすめのフルチタンでございます。はい、はい、これは本当におすすめです。はい、25日の18時発売と。そうですね、18時頃、はい、そうですね、明後日の、6時発売頃、発売頃となります。6時頃発売になります。6時頃発売です。はい、ぜひよろしくお願いいたします。これはおぬめです。はい、というわけで本日の新商品紹介は以上ですね。はい、はい、はい、それではここからはお便りのコーナーに行きたいと思います。はい、はい、まずはペンネームオレンジ100さん、はい、リワインドの皆様こんにちは。こんにちは。楽しく視聴させてもらっています。ありがとうございます。渋谷店に行ってきました。はい、昼過ぎだったためか渋谷駅周辺は驚愕の人口密度で目が回りそうでしたが、はい、テリーさんの案内動画のおかげで、はい、道には迷わずたどり着くことができました。よかった。いつもウェブショップで見ている写真の現物がずらっと並んでると壮観ですね。はい、買うものを決めていったのですが目移りしてしまいました。はい、私が訪ねた日は、木戸さんが店番をされており内心いつも動画で見てる人だ、いつもの青いパーカーだ、でも動画の時はクールだと興奮しておりました。はい、東京出張の帰りだったので時間がなく、はい、あまりお話できなかったのが残念です。はい、今思うとその時客は私だけだったので世界チャンピオンにレクチャーしていただけたかもしれないので惜しいことをしました。はい、さて質問があります。引き戻しのグライドを購入させていただいたのですが、はい、Cサイズベアリングに乾燥した時に気づいたことがあります。はい、ベアリングが厚くなるともともとついているアクセルはボディに浅くしか刺さりませんよね。うん、そうするとヨーヨーを組んだ時にアクセルの位置が左右に偏ることがあるはずです。うん、他のヨーヨーでも多かれ少なかれ同じことが言えると思います。うん、
アクセルの位置によってヨーヨーのバランスが崩れたりブレが出たりするのではないでしょうか。アクセルの重量でヨーヨーの使用感は変わると言いますが、皆さんはアクセルの位置を気にされているのでしょうか。気にしているとすればどのように調節されていますか。よろければご意見ください。よろしくお願いいたします。なるほど、なるほど、はい、はい、ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、木戸さんのいつもの青いパーカーだそう。いつものね、はい、青いパーカーね、はい、揺れて今日着てきてないっていうね。そうです今日グレーですから、ね、そうですね、はい、ただ確かに木戸さんは青いパーカーのイメージある。はい、はい、そうですね、もう、まあ、結構それわざとなところありますからね。はい、木戸ブルーみたいな、ね、そうですね、はい、もうちょっと先に余談挟みますけど、はい、はい、この間ね、僕そのブルーのパーカーでテレビに出てたんですよ、はい、まあ、僕が喋るっていうパートはなかったんですけど、はい、ただですね、その、まあ、そのおかげかなんかわかんないんですけど、はい、たまにあのファミレスとか入ると、はい、ヨーヨーの人だって言われるんですよ。マジか、はい、そこで言われるの。ああ、録音の電池が切れた。はい、あ、はい、ここからは生き残り頑張ります。はい、はい、でですね、なんか、はい、まあ、ありがたいことがあるんですけど、はい、ちょっと特別な時にだけ着ようって思ってる。いざという時用に。いざという時に来てもらったら。青いパーカーの人だーってなるように。そうです、そうです。なるほどね。はい。はい、これで、なんか青いパーカーで思い出してくれたら。確かにね。はい。ということで。なるほどね。はい、それで青いパーカーだよ。でも動画の時よりクールだ。クールぶってたの。いや、多分久々の渋谷店で緊張してたんだと思います。なるほど、ね、はい、ヒロさんがクールなイメージがゼロだ。いや、完全俺もゼロですからね。はい、いや、もうね、クールに見える時って、はい、多分、はい、本当に思ってるより木戸さん何にも考えてないんで、はい、話しかけてもらった方が嬉しい時です、はい、そうです、はい、そうですね、まあ、大会前とか、はい、本当にダメな時以外で、はい、クールそうに見える時は、はい、手持ちぶたさんの時なんかこう、何ですかね、はい、なんか手持ちぶたさんなんか何やったらいいのか分からない時が多い、はい、そうですね、多分そっちの方が多いかな、はい、話しかけられると、はい、やるべきことも見つけたかのようにこうはっついていきます話しかけてくれてありがとうぐらい、ありがとうぐらいな感じなんで、はい、なので、はい、そういう時は話しかけてあげていただけると、はいはい、本領発揮しているので、はい、いろいろ喋ります、はい、ぜひ次回はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、さあそして質問の方ですね、はいはい、引き戻しのグライド、そうですね、引き戻しのヨーヨーってベアリングが薄いので、はいはい、厚いのを変えるとアクセルの長さ変わるんです、そうですね、はい、これはプラスチックのようだとちょっと起こりにくいことが多いんですけど、はい、まあそれは、はい、プラスチックのような反対側のナットの関係だったりとかいろいろあるんですけど、はいはい、確かに DV888 もグライドも、はいはい、そうですね、グライドもそうですね、そうなりますね、はい、なんですけどグライドは、はい、最初に入ってるアクセルが気持ち長めなので、はい、そこまで左右しないかな、なるほど、はい、まあ、でもさすがにやっぱり長さ変わるので、はい、この位置によってはちょっとギリちょっとしか噛まないとかってなったりはするんですけど、はい、なので DV888 は、はい、アップグレードキットにちょっと長めのアクセルがついてる、そうですね、それはまあ最初についたアクセルでも行くんですけど、はいはい、やっぱちょっとしか固定されないんで長い方が安心ということで、はい、長いようにしてもらってたりするんですけど、はい、そうですね、これバランスを気にする方います、います、はい、多いです、はい、はい、これがちょっとずれてるとフィーリングが違うから、はい、気にする方が非常に多くて、はい、そういう時結構この六角レンチで最近変えれることが多いんですよね、そうですね、はいはい、なんでそれでちょうどいいとこ探すとか、はい、あと人によってはネジ止め剤でもうネジの位置を固定しちゃうことがあります、ね、あ、なるほど、はい、なんか接着剤みたいなネジをこうですかね、抜けにくくするやつがあるんですよね、なるほど、でもう、はい、この位置がおそらくベストだって分かったら、はい、ネジ止め剤をもう止めといて動かないようにしちゃってから使えば、はい、もうそこから位置が変わらないので、なるほど、はい、っていう方もいますね、なるほど、まあ、止めておけばね、はい、例えば分解した時にポロッと落ちるってこともないですよ、確かにね、はい、それは確かにそうですね、はい、はい、僕はあんまり気にしないです、なるほど、はい、まあ予想はしてました、ね、僕は本当にあんまり気にしない、はい、予想はしたけどしない、はい、まあまあそういうとこ見たことないですからね、そうですね、僕あんまりこう、はい、物に固執するところがない、なるほど、あ、すげえ使いやすい、ストライクゾーン広いっていう、あ、これ使いやすい、これも使いやすい、これも使いやすい全部使いやすい全部使いやすい全部美味しいの人みたい、そうですね、出てくるの何でも美味しい、そう出てくる、まあもちろん違いは分からないですよ、はい、違いは分かるんですよ、はい、その違いがどれも自分にとっていいものだと思っちゃうっていうだけで、はい、はい、
なので木田さんは結構気にする、はい、ですね、俺も自分の使う用用ではそんな気にしないんですけど、はいはい、ただですね、やっぱり僕は結構セッティングをお願いすることがあるので、なるほど、はいはい、そういう時はやっぱりもらった時の感触に戻すとかやっぱり意識しますね。あ、確かにそういうのはそうかもしれない、はい、そうですね、はい、もらった時の感触に戻してとか、あとまでセットでね、あのメンテナンスをして販売しているものとかも一時期やってましたけど、はいはいはい、そういったものとかでもやっぱりこの方がいいかなっていうのを質と色紙で探してでお渡ししてます。あ、ね、はい、っていうことやってますね。あ、アクセルの位置調整で言えば、はい、あの なんか結構 DV88 とかって外側貫通してるから揺れやすかったりするんですよ、ね、はい、そうですね、もう閉めた後こうやって変えられるんですよね、はい、そしたら中でこう動くんで、はい、その側こう閉めた状態で貫通してるやつに六角レンチ外側からはめて、はい、こうループ1080みたいにね、はい、回すとこの軸がこう中でこう動くから、はい、そう、はい、やりやすいです。楽ではあるんですよね、はい、はい、そういうのはありますね。そうですね、はい、最近あんまり貫通してないのが多いんですけど、 DV88 はそういうところもまあメリットというか、まあうね、隠れたメリットだなとはちょっと思いましたね。確かにフィーリングは変わるんですけど、はい、その変わるから、はい、スーパーやりにくくなるっていうのまではあんまり気にしないんです、ね、あ、なるほど、はい、まあもちろんね、あのドンピシャの部分があるとは思うんですよ、はい、自分にとって、はい、そのドンピシャの部分を見つけたらもうそこで完全に固定しちゃうとか、はい、っていうのはすごいいい手段だなと思ったりするんですけど、はいはい、これが位置が悪いからものすごい、あと、はい、あの特にグライドとか、はい、DV888 も、はい、まあ、おそらくになっちゃうんですけど、はい、やっぱヨーヨーってブレが出にくいヨーヨーってあるんですよ。あ、そうですね、はい、どうしてもあの適当に組んでもめったにブレないヨーヨーっていうのがあったりするんですけど、はい、そういうタイプ、特に初心者向けのヨーヨーがそういうタイプのヨーヨーが多いんです。あ、なるほど、はい、あとブレが出てもクリティカルなブレじゃない、はい、はい、ヨーヨーが使えないほど致命的なブレではないものがやっぱり多い。特に引き戻しの機種だったら、うん、ちょっとブレてももともと戻るものだし、なるほど、それで途中で変なところでパチンって返ってくるっていう大きい影響が、はい、すごくなるほどのものがそこまでないから、はい、やっぱすごいね、ハイエンドモデルとか、はい、なんか急にすごいブレて引いて戻ってきちゃうようになっちゃったりとか、はい、そういうのですごい支障はあったりするんですけど、はい、はい、っていうのもあるので、グライドとかぐらいですと、はい、すごいそれでブレが出るほど繊細なボディバランスになってはないんじゃないか、最初の状態で。そうですね、はい、まあもちろん突き詰めればそういうところが気になるようになると思うんですけど、はいはい、人によってはやっぱりアクセル長さ変えると思いますね。なるほど、はい、ちょっと一個長いやつになってみて、はい、はまればもうそれで使っちゃう。そうですね、いるとは思うので、そうですね、はい、できる限り中心の重量を落とすために短いやつを頑張って調整するのか、安定重視で、夜の回転力の安定という意味じゃなくて、はい、単純にもその使用感という意味での安定重視で、はいはい、常に一定のコンディションでどういうことがあっても使えるっていう安定を求める人もいると思いますし、はいはい、人それぞれだと思います、ね、そうですね、はいはい、っていうことなんで、ぜひね、いろいろ調整してみてもらえると、はい、面白いかな。なるほど、調整した結果、はい、まあ俺適当でいいやって思うのか、はい、いや調整にはまるわっていうなのか、なるほど、新しい線が広げるかもしれないです。なるほど、そうそう、すごい、あのアクセルをね、買いだめする人もいますから、ね、いますね、はい、そんな余裕を持ってんのっていう。そうですね、逆に、はいはい、アクセルの数がすごいから、はい、全部の要領か、ちょっと待って、全部の要領って言ってもこんなにみたいな。そうですね、はい、いますからね、おられますからね、そうですね、はい、まあ、もちろんね、一つの要領、例えばもう1万円5000円とか2万円の要領買って、はい、はい、それで1000円とか500円とかのアクセルを買ったら、2つ目の要領ができるって考えたら、あ、お得かもと思います。確かにね、はい、フィーリング違いますからね。そうなんですよね、はい、そういう調査用の、すっごい気に入りの要領で遊び倒したいっていう時に、はい、ちょっとスペック違うヨーヨーじゃなくて、はい、このヨーヨーのスペックを自分で変えるみたいな。ああ、そうですね、あと最近のヨーヨーって結構やっぱ開けポンで使えると同時に、実は簡単にいじれるところってあんまないんですよね。そうですよね、だってハッドベアリングアクセル以外はもうほとんど変えれないんです。まあそうですね、まあ、あと紐でフィーリング変えるくらいです、ね、そうなんですよね、はい、なんでってなった時に結構アクセルってね、低価格でしかも結構使い回しが結構できるベアリングと同じで、はい、はい、なんでいくつか買っておけばそれでフィーリングいくつか試して、ハマったらそのままにすればいいし、足りなかったらそれ買えばいいしっていう人はいるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、なんでぜひいろんなものを使ってみていただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして続いてのお便りですね、はい、はい、ペンネームこちらマットさんですね、はい、はい、大塚店長、木戸さん、リワインドスタッフの皆さん、はい、内田荒牧店長、山田さん、こんばんは、はい、はい、行ってきました。そうです、渋谷店、ありがとうございます。前回の放送の前日、飛行機が遅れ渋谷店に行けませんでしたが、本日3月22日、昨日か、昨日です、はい、今日ですね、ついに渋谷店に訪問が叶いました、はい、出張の合間を縫っての訪問でしたが、はい、折しも本日
某 A0A さんのシステムトラブルで飛行機が1時間半ほど遅れ、もともとは開店から30分ほど伺える予定がほんの5分ほどになってしまいましたが、前回お読みいただいた投稿で3月中にある店長さんに会いに行きますよと言った約束を守ることができてよかったです。お昼の1時半過ぎに伺ったのですが、お客さんが数人いらっしゃってびっくりしでした。逆にお客さんの目線に緊張して荒牧店長とゆっくりお話もできず申し訳なかったです、渋谷店の印象です。お店への経路は JR 渋谷駅八甲口からまっすぐ行って斜め左に行って坂を上がって右折して終わりです。曲がるタイミングだけ注意です、お店の印象はこじんまりとしていますが、ストッとアットホームな感じ、お近くの方はぜひ行っていただきたいと思います。なるほど。今回の訪問で自分のパーソナリティがバレてしまいましたが、今後ともよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そんな申し訳ないなんて思わなくても、そうです、はい、全然今後はね、またきっと来ていただけたら、はい、はい、ぜひ思いますので、よろしくお願いします。はい、渋谷店のスタッフも喜んでおりました。はい、はい、やっぱりこう渋谷店に行ってきましたっていうのを、はい、ちょいちょい聞くようになりますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、まあ、こうアルチュンに会いに行く人って結構いる。そうですね、はい、そうですね、まあ、そういう逆に何なんだろうね、はい、俺らってこれで出てくるから俺らよりアルチュンの方がレアだ、まあ、確かにレアですよね。あ、うん、あ、でも空気なんでしょ。はい、はい、空気アルチュンの空気。ああ、なるほど。人を受け入れる感、はい、なるほど。あの受け入れてくれる感はね、はい、確かにアルチュンはすごい、はい、行きたくなりそうなんですね。わ、まあ、かりますよ、はい、多分この前回の放送でもね、取り上げたお便りの中でも荒牧店長にということで、はいはい、あの、ね、結構その教わりたいって言ったら 3A とか、あ、はい、っていう方もいらっしゃいますし、はい、そうですね、はい、うん、ということで渋谷店非常になんか活発というか、そうですね、はい、いろんな人が、はい、あの、その危機として、そうですね、来ていただける、来ていただいてるんで、はい、しかもこれおかしいなって思ったのが、はい、飛行機1時間半遅れたんですよね。はい、そうですね。で、開店から30分ほど遅れる予定だったのがこの5分になってしまったんですよね。はい、どうやってその5分を逆に捻出したのか確かに確かに矛盾はしている。矛盾はしてますよね。矛盾はしている、はい、相当無理をしてきれなかったんじゃないかと思って、ね、相当なんか本当だったら夜暇ないはずなのに、ないはずなのに、はい、もう5分ぐらいよでももういいやろと思って、はいはい、本来なら無理なところを寝込んでくれたんだなと、はい、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひ、まあ、前回もこの方飛行機のトラブルかなんかで、はあ、なるほど、はい、行けなかったってお便りをいただいたと思うんですけど、なるほど、はい、ぜひ会長に飛行機が飛んだときはゆっくり、ね、はい、行っていただければ、はい、重なるもんなんです ね、 ですね。なんかニュースでもえらいことになってましたけど、ね、はい、マトさんからご意見いただいてるんですけど、はい、これプレイヤー名から使用利用用にいけるタグページがあると嬉しいです。例えばリマインドビデオでアンコヌリ選手が使っているゴールドの用があります、はい、これが未だに見つけられません。こういうのがサクッと見つけられるページがあるとポチリ率が上がるんじゃないかと思います。なるほど、はい、これね、はい、最近ちょっと見つけたんですよね。お、あの、あれです、 YouTube から直接商品ページに飛ぶっていう、はい、そうです、はい、はい、最近ちょっとそういうね、あの、はい、まあ、機能をようやく追加することができまして、そうですね、はい、ちょいちょい追加しだしてるんですよ。そうなんですよ。確かに、はい、過去のビデオって特に PV までは手が回ってないです。そうですね、はい、はい、あと理由がもう一個あってですね、はい、過去のビデオを、はい、もうすでに販売しないように使ってることが多いんです。そうですね、はい、このアンゴノリ選手の使っていたヨーヨー、このゴールのヨーヨーなんですが、はい、ホットっていうヨーヨーですね。そうですね、ヨーヨーファクトリーのホットって、はい、博物館のページに行っていただけるとあるんですけど。そうですね、はい、チャンピオンズコレクションですか。チャンピオンズコレクションですね。そうですよね、はい、あの、はい、今あのトゥーホットっていう、はいはい、そのホットの、 あの廉価版、はいはい、廉価版になってるバージョンがあるんですけど、はい、その前のバージョンなので結構前にすでに販売終了してるようです、ね、はい、そうですね、はい、確かにね、こうあのビデオで使ってるあのようなんだろうって思う方結構多いのかなと、はい、そうですね、はい、ビデオによっては YouTube の、 あの説明文の中に使用用意は何、はい、はい、書いてあることもあるんですよね。はい、そうです。はい、ただまあちょっとないものも確かにあるので、はい、はい、まあ、見つけたりとか、まあ、その機能をうまくね、はい、使って、はい、いけたらそういうのをどんどん差し込んでいきたいなと思いますので、はい、ぜひ今後も、はい、見ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、というわけでお便りは以上ですかね。そうですね。はい。はい、これ3個出したと思ったけど、いくらだったか。あ、はい。はい、すいません。はい。はい、そしてそれでは、抽選会の方に行きたいと思います、はいはい、こちら6周年の記念ヨーヨー、はいはい、こちらの方の抽選会を開催したいと思います、はい、2月の24、
2月24日、はい、24から3月7までの間に、はい、ご注文いただいた方から、はい、抽選で5名様に、はいはい、6周年記念の木星ヨーヨープレゼントが違うんですね、はい、いやおかげさまでね、大好評だったんで、あ、そうですね、はいはい、これなかなかの倍率なんですが、そうですね、はい、また5名に当たるんでね、そうですね、5名、はい、ぜひ来てください、届ければなと思います、はい、はい、それではまず1人目から、はい、いきたいと思います、はい、まず1人目はこちらです、はい、はい、ドン、まず注文ナンバー、注文ナンバーです、はい、はい、注文ナンバーでいきます、はい、はい、注文ナンバー、3000100010に、お、これ海外かな、あ、なるほど、はい、おめでとうございます、まず1人目、まあ、見てるかもしれないんでね、はい、もしかしたら海外からも今日抽選するらしいで、おう、いつ前ナンバーって言ってるかもしれん、確かに、はい、確かに、はい、2人目、はい、ドン、お、今度は国内ですね、はい、2000400896、はい、40896ですね、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、そして3つ目、はい、はい、ドン、2000410410、はい、41010ですね、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、あと2人です、はい、さあこちらドン、はい、ドン、2000404080、40830です、おめでとうございます、おめでとうございます、さあラスト、ラスト1人です、はい、こちらの方、はい、ドン、お、3000101112、10112、わ、最初の人と10番違いです、10番違いですね、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、以上5名の方が、はい、こちら木星ヨーヨープレゼントさせていただきます、はい、これ普通に行けばこの時以外手に入ることができないレアなヨーヨーですので、はい、ぜひ皆さん大事にしてください、大事にしてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、さあというわけでちょっと時間あるよね、はい、あります、これね、はい、どうしてもじゃないですけど、はい、もうお便りちょっと お便りを出してほしいんだけど、はい、もう1個ね、はい、これ読みたいと思ったやつがあってそれが入ってなくって、はい、これ選んだはずなんだなってなったので、なるほど、ちょっとお便り、あ、ちょっとこっちから俺が見た方が早いか、あ、なるほど、携帯から見た方が早いかもしれない、はい、すいません、ちょっともうこれねぜひ読みたいなと思ったんですよ、はい、はい、ちょっと段取り悪くて申し訳ない、はい、まあとりあえずこの6周年記念キャンペーンのじゃあ今のうちに復唱しておきましょうかね、はい、はい、ご注文番号で今回は当選を選んで、当選の方を選んでおります、はい、お一人目3000101012、はい、はい、そして二人目2000404896、はい、はい、そして三人目2000410104100、はい、そして四人目2000404080、そして最後の、5人目3000101012となっております。こちらの方のテロップにも出ておりますんでね、ぜひこの番号で自分のメールボックス検索していただければ、ね、当たってるかどうか一発で分かると思いますんで、はい、はい、ぜひご確認のほどお願いいたします。はい、お待たせしました、はい、来ました、お便り1個だけ、お断りしますさんのお答えですね、はい、はい、リワインドスタッフの皆さんいつもお世話になっております、はい、ありがとうございます。僕はメインでオプストをしているんですが、はい、先月我が家に赤ちゃんが生まれて以来なかなか練習できていません。おっと、赤ちゃんの世話で時間が取れないのもありますが、はい、その特性上ヨーヨーが当たる危険があるのも恐怖です。はい、岡田さんも、ワンゲメインとはいえ、はい、自宅での練習は多少のリスクはあると思いますが何か対策されていますか、よければ教えてください、はい、これをねぜひ読みたいと。なるほど、これも完全にもう岡田さん案件ですね。そうですね、はい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます。子供がいると、はい、気は使いますね。まあでしょうね、はい、うん、もうだから最初にやってたのは、はい、最初っていうことなんですけど、はい、やっぱ基本的には子供が寝てる間に練習するっていうのが一番、あ、なるほど、一番は一番ですね。なるほど、はい、早めに寝かしつけて、そう、はい、だからもう夜、はい、かもう朝5時とかに起きて練習する、はい、朝練してたんで知識、はい、はい、最近はね朝起きて練習するとね子供起きてくるんで朝でできないんですけど、ね、なるほど、はい、なんですけども寝てる間にやるのが僕は一番です。なるほど、あとはまあ近所に住んでられるオフストのね、はい、はい、方も、はい、いるんですよ、はい、いますね、はい、オフストリングがすごいお上手な方がいるんですよ。そうですね、はい、その方も確かに赤ちゃんの時に練習できなかったはずです。そうですね、はい、まあ、まあお仕事も忙しい方ですし、はい、はい、その方は別の部屋で練習をしてましたね。ああ、別の部屋、はい、もう分かりやすい、それはそうでしょう。別の部屋で、はい、落とさない、もしくは落としてもダメージが少ない技を練習してました。
あー、もう技を絞っちゃう。そうですね。で、広いとこ行った時に広いやつをやる、はい、まあその方にとって広い場所っていうのが隣の公園なんですけど、ね、なるほど、はい、その公園とかに頻繁に行くようになってますね、はい、なるほど、はい、確かにこう、まあ、絶対いないとこ行ったら外だったり、はいはい、まあ、別の部屋だったりとか、はい、特にオフストリングとかだと、うん、あの、まあ、飛んでった時やばいですから、まあそうですね、あのやっぱオービット系、まあ、こう体の上を飛んだりとかするような技とか、はい、リジェネレーション系引っ掛けて飛ばすような技、はい、もうこういうのは失敗したらもう致命的ですね。そうですね、はい、あとやっぱ特にあの子供が、あの赤ちゃんとかが家に来たりすると、はい、赤ちゃんの物が増えてくるんですよ。ああ、なるほど、はい、で赤ちゃん自体にダメージがなくてもその物にダメージがいく可能性がある、あ、壊れてしまうと大変なもの、はい、飛んでった時危ないもの、はい、まあ、今でもあると思うんですが、赤ちゃん来ると余計そういうのはちょっとずつ増えていくので、そうですね、はい、まあ、まあ、例えばね、女の子だったらお雛様を飾ってたりとかしたら、ね、ああ、そうですね、そうですね、はい、練習部屋をお雛様に潰されたというね、はい、実際にあったお話が、はい、なるほど、はい、あったりはするので、はい、はい、まあ、それはもう、それは家庭の行事なんで、そっちを優先するのは、それはそうだと、はい、まあ、そういうふうにね、はい、やっぱいろんなものが、すべてのことがね、子供中心にやっぱなってきます。そうですね、はい、そこでもいかにこう自分にとってやりやすいところを探すかっていうのがね、はい、だん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 自分にとって課題になってくる。なるほど、はい、でもこれはま、親になったらとかじゃなくて、はい、誰にでも言えることだと思うんですよね。ほう、はい、もちろん仕事がすっごい忙しい人とかは、はい、はい、もうそれは夜中に帰ってきて、はい、始発のような電車で仕事行く方もいると思うんですよ、はい、でもヨーヨーやりたい、練習したい、上手くなりたい、はい、どうやって自分の時間を捻出しようとか、はい、いかに効率よく自分にとって練習しよう、はい、技を絞っちゃうのか、移動時間にそのプランを練るのかとか、もう学生の方も一緒ですよね、はい、ヨーヨーばっかやって勉強してないじゃやっぱダメじゃないですか。まあそうですね、はい、やっぱそれだけ将来の、ね、道が絞られちゃうんだ、はい、はい、せっかくなんでやっぱ自分が興味ある分野とヨーヨーをリンクさせてほしいなと、はい、ヨーヨーだけじゃなくって、はい、って思うとやっぱいろんなことできる方がいい、はい、だから勉強しなきゃいけないし、はいはい、スポーツだったらスポーツもしなきゃいけない、はい、いろんなことをやらなきゃいけない中、はい、いかに自分にとって必要な練習を絞るかとか、はい、いかに自分にとって必要なものをやるかとか、はい、はい、っていうのもやっぱり非常にあったりはするのかなと。なるほど、はい、スキルですね、それも一緒の。そうですね、それも一個のスキルだと思うんで、まあ、もちろんね、いろんな人のやり方はすごい参考になると思うんですが、はい、ライフスタイル人それぞれやっぱ違うんで、はい、その中で自分にとってのこのなんていうんですかね、細い道みたいなのを見つけてもらうと、はい、他の人の参考になるなと。そうですね、はい、はい、あとはね、みんな上手くなりたいだけじゃない人がもちろんいるんで、まあそうですね、はい、逆にこう自分の癒しのためにいかに要領するか、はい、はい、そうですね、はい、この間その渋谷店でねお邪魔してた時も、はい、仕事の休み時間に、はい、リュアインドのね、この間お配りしてて配ってた黒いポーチ、はい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 、それに入れて、はい、でそれでねこっそりとこう倉庫とか役員室とかに、はいはいはい、役員会議室とかに忍び込んでやってるとか、わかりますよ、はい、まれにじゃないですけど、はい、たまに、はい、なんと岩倉市でダブルループしながら歩いてる人にいるんですよ。岡田さんですか？違いますいや、え、岡田さんですかって言おうと思ってたよ。そうですヨーヨーやりながら歩いてませんでした。違います。でも僕ピッと来たんですよ、はい、してるっていう人を知ってるんで。ほう、はい、もうその通勤の電車に乗るまでの時間、はい、ループの練習をするみたいな、はい、で駅で電車を待ってる間隅っこでダブルループ練習する。はぁ、あ、はぁ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 、なるほど、はい、もうこれにより安定したループをゲットする方が自分にとって重要だそうですね、まあ、通勤時間がたとえ5分であってもループであればその瞬間ね、まあ、大体60秒で100回とか平気でできます。より調整を合わせても、はい、500回ループができる。そうですね、500回を、はい、毎日やったら、はいはい、何回だ、20日で1万回です。1万回か、すごいね。だから1ヶ月で1万回ループできることになるわけですよね。そうですね、休みの日を除いて、はい、そうなんですよ、はい、休みの日ループしなくて3ヶ月1万回ループはできる。そうですよね、しかも往復だったら2万回ですよすごいすごい、これすごいですよ。さあ、はい、こうやって時間を捻出する人も、はい、まあもちろんね、はい、そこまでしなきゃ上手くならないから頑張れっていう意味じゃない。まあもちろん、はい、はい、そうやってヨーヨーやるのが変じゃないかな、恥ずかしいかな、自分だけしかないのかなと思ったら、はいはい、いややっぱでもそれが楽しいとか、はい、それが自分のなんていうか身になって、うわこうやってそういうのも練習してるから、はい、こんなに上手くなったっていう成果が逆に自分の癒しなんだっていう人もやっぱもちろんいますし、そうですね、はい、そのこと自体は別にね、
あの自分のスキルアップなんですから、はい、もう電車の中で勉強してるのと一緒ですよ。そうですね、はい、っていう、まあ、もちろんね、周りに迷惑かかんない場所を探す必要があります、はい、めっちゃ人混みの中ダブルループ練習したらダメです。そうです、渋谷スクランブル交差点では無理です。そう、半端です。毎日花火大会の帰りのような人本当にね、そんな人の中では無理なんですけど、まあ、でも本当それでも多分もう電車通勤の中で、はい、ね、言ってましたけども、はい、バスの中とか電車の中とかで自分の動画を撮ったやつを見て、なんかチェックポイント出すとかでもいいですし、そうですね、で、はい、そのまあ亀井岡さんは通勤電車の中で、はいはい、もう曲を聴いてひたすらメトレすると、そう、ひたすら構成通してるひたすら構成通してるって言ってました、はい、はい、っていう方もやっぱいますし、はい、もう逆にこうね、まあ、もちろん広いところで練習したときに、はい、一通りの技のビデオを撮った後、はい、通勤時間とか、はい、動画を見る機会に自分のどれが弱いっていうのを確認し、はい、どの場所だったらこの技が練習できるかっていうのを一回整理して、はい、家でできる技、外じゃないとできない技、うん、工夫すればなんとかなる技みたいなカテゴリー分けして、うん、あ、この時間ここが使える、ここで練習しようっていうようなね、うん、あ、こういうのって考えてる時が楽しかったりするんですよ。そうですね、はい、こんな効率のいい練習方法があったぞ俺にとってそうですね、そういうのも一個の楽しみだったりするんでね、はい、いかに時間をうまく使うか、はい、はい、楽しみ方いろいろです、はい、はい、それも本当に楽しみ方の一つだと思うんで、はい、ぜひ皆さん自分なりの良いライフをね、はい、満喫していただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは本日以上ですね、はい、はい、最後にもう一度告知をさせてください、はい、今週末3月26日千歳アウトレットモールレラで、はい、北海道地区大会ノースジャパンヨーヨーコンテスト、はい、こちら開催されます。はい、はい、大きいアウトレットモールでのね、はい、大会っていうことで、はいはい、多くの人がいろいろ見てくれるチャンスですので、はいはい、もちろんね、逆にこう見に行く側もすごい見に行きやすいです、はい、そうですね、はい、もうだってもう閉鎖されてないんですから、扉に入る必要がない、そうです、自動ドアウィンって開くとこですから、そうですね、はい、非常に入っていきやすいんだと思いますから、はい、ぜひご家族で見に行っていただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。そして、その次の日3月27日、はい、愛知東京両方で練習会があります。はい、岩倉ヨーヨー練習会、そして代々木公園練習会、はい、はい、こちら両方あります。代々木公園練習会はですね、ちょっと取材が入る可能性がありますので、はい、まあ、もちろん映りたくない方は、はい、来てもらっても絶対映るわけじゃないですし、はい、はい、ちょっと来てから、はい、そう映らない場所を探してもらってももちろん構いません、はい、ただ俺映るぜって方はすごい決めてきてください、はい、すごいシャレしてきてください、そうですね、俺映るぜみたいな人、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして、まあ、本日6周年の記念チャンスキャンペーンをやりました。こちらの方また本日ブログで、はい、公開しますし、はい、もちろん当選者の方には個別に連絡させていただきます、はい、そして EYYC 予想キャンペーンは、はい、ミグン帰ってきてから、はい、ですので、次回のリオネ TV ですかね、はい、はい、こちらの方でやります。はい、そのキャンペーン今回ね、全部門正当者が果たしていたのか、いたのか、はい、はい、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、次回が、4月の6日6日、なるほど、はい、わ、はい、かりました。それではまた皆さん4月の6日、はい、TV でお会いしましょう、はい、それではまた、さよなら、さよなら。ちょっとカチカチしてます。はい、はい、さよなら